ちは、せいなです。はい、今日はせいなの美容室に行くまでの過程を撮ったので、ぜひ最後まで見てください。 GO! せいなの、おはようございます。今カメラを起きて5分ぐらい携帯触って回したんですけど、もう眠すぎて頭は回らなくて、滑舌も回らなくて、今何を喋ったらいいか。まず起きたので顔洗いに行きます。眠っ、うーん、ほんとやだ。顔洗いに行って歯磨きをしに行きます。今カラコンにいたんですけど、化粧する前にいつも飲んでるフジミのサプリを飲みます。サプリを何飲めばいいかわからない子はこのフジミのサプリなんだけど、美容分析を受けてから自分に合った5粒を選んでくれるんですよ。だからめっちゃおすすめです。しかもなんか普通のサプリじゃなくて、フジミ独自の成分でなんか一粒にいろんな成分が入ってるらしいんですよ。これ開けると5粒しか入ってないんだけど、でも30種類以上の成分が入ってるらしい。セナに届いたのはこれ。これ人によって全然違うらしいんですけど、こういうさ、紙に分けて入ってるからどこにでも持っていきやすいから、みんなの生活に合わせて習慣化しやすいし、まあなんか衛生的だからね、めっちゃ。だからなんか撮影の場所とか現場とかにも持っていくことがあります。美容分析をし直せばその時に自分に必要な肌の栄養素とかが入ってるサプリメントが飲むことができるから、飲むビューティーケアとして生活の一部になってます。でなんか最近はなんかシェーナプロテインを飲むようにしてるんですよ。最近なんか不死身女になってきて、なんかプロテインも飲むようにしてるんですけど、なんかね、体分析で20問ぐらいかな、なんか質問にね答えるの。そう、答えたら自分に必要な栄養素を配合した自分のしっかりのプロテインが届くらしいんで、これね、これセイナの体に必要なプロテインの成分が入ってます。しかもプロテインってなんかさ、男の人がめっちゃ飲んでるイメージあるんだけど、なんかさ、ドンキとかさ行くとさめっちゃ売ってんじゃん。なんかだから何飲むのがいいか分かんないって人にもおすすめです。さっき飲んださあんじゃん、つぶつぶと一緒でこうやってなんかね分けられて入ってるので、家じゃなくてもジムとか制限場とかにも場所を選ばず手軽に飲めるから、なんか続きやすそうだなって思いました。こうやって持っていくだけだからね、この一つを。私なんかプロテインってさ、手のイメージではさ、このぐらいのさ大きさにさ入ってるイメージだったから、珍しくない？めっちゃ目かゆいんだけど。今日味結構大事だなって思ってるんですけど、味は3種類とミックスから選べるんですけど、最初は多分ねミックスでお気に入りの味を見つけるのがいいかなってセナ思いました。セナはねこれ抹茶にしたんだけど、味もねなんかねすごい甘ったるくなくてキリとした甘さで、水だけで飲んでもいいし、なんか定期便なら送料無料でこの富士見のなんかおしゃれなイケてる青果もついてきます。とりあえず飲みます。もうねセナさっきお水をリビングから入れてきました。このせいまで水を入れるのかな。多分このプロテインめっちゃお腹いっぱいになるんだよね。だから全然なんかね満腹感がすごいから、全然なんかご飯食べること忘れちゃうから、なんかダイエットとかにもいいのかなと思ってました。見てこれ振った時の二の腕やばいんだけど。はい、飲みます。乾杯。ゴン。なんか最近セイナ不死身女になってきました。で美味しい、マジで。でセイナはプロテインなんかちまちま飲むってよりかはグワーって飲んじゃいます。飲み終わった。美味しかった。ありがとう富士ちゃん。とりあえず急いで化粧します。起
きてた？うん、よく来てたじゃん。いやなんで寝てないの？ラナ教えて。今日早起き？うん、今日何時に起きた？早起き。おいしい。服脱いでるけどなんで？リュウがグググって。おいしい。今日気合いい？うん、いいよ。いい？イエイ、うん、イエイ。ララさんがね、起きてしまいました。じゃ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 ん。ララ今日セイナ美容室行かなきゃいけないの。え、今日髪の毛染めてこなきゃいけないの。何色がいいと思う？ん、何色がいいと思う？ピンクにしたいんだけど、うん、どう思う？いいかな、ピンク。ピンクとさ、ハイトーンどっちがいいと思う？ポーポー。ピンクだよね、やっぱ。そういうのもそう思う。ピンクにしよう、今日は。じゃあ、ララさん、お着替えしますね。ララ、うん、この前、うん、ララデブって言われてた、2歳検診で。どうすんの？デブって言われてた。なんか、一回り大きいんだって、ララ。え？やばくない？痩せた方がいいんじゃん。え？一緒に痩せる？うん。ダイエットする？なんか一回り縦にも横にも大きいらしいよ、ララさん。どうするどうするって、うちらでさ、マジでダイエットしない？ちょっと真剣、ララさん真剣。ん？ダイエットしない？え？ダイエット。する気ないですね。する気ない、しない。とりあえずもう着替えよう。じゃあこれ脱いでください。自分で脱いでください。ナラさ、シャツ着ると汗かいちゃうからね。服着させてるんですけど、服もなんか1日に2、3回ぐらい変える。汗かくから。うわっ、ナラちゃん、うわっ行こう、下行こう、下行こう。はいはいはい、2歳に3ヶ月の成長、階段を自分で降りれるようになりました。落ち着いてきた、落ち着いてきた、ゆっくり来て、ゆっくり。はいはい、じゃあララさんはこの後ご飯を食べます。逆光だね。うん、今痛かったっしょ、顎。朝は朝ごはん食べるんですけど、うわ、真似しやがってる。朝ごはんは、なんかララはあんま食べなくって、いつもパンをあげてます。なんか日によって違うんですけど、昨日ね朝うどん食べたんで、今日はパンをあげていきたいと思います。ね、ララが一番好きなセイナンチの近くのスーパーに売ってるパンがあるんだけど、だから10等、何て読むんだっけ、ララさんね、10等なんとかみたいな。え、パンをララに今日はあげます。パクパク。はっ、ちゃんと持って食べて。朝はね、そんな食欲ないからね、がっつりしたものは食べないですね。普通に完全にララが起きるの早いせいで、チェーナの先に着替えてプールの散歩終わってって終わらせようとしたんですけど、予定が狂いましたね。でさ、パン、あの服の中に入ってるよ。パンってね、手で持つものは知ってる？食べな。チェーナは朝ごはん食べないでしゅ。さっきの富士見のプロテイン飲んだからお腹がいっぱいです。おいしい人。じゃあセイナさん、プーの散歩行ってきていい？うん、いい、優しいじゃん。珍しくない？うん、いいの？うん、うん。じゃあ一人で YouTube 撮って。うん、うん、任せた。なんかねうん、できた。うん、今できたんでいいよ。何紹介してたの？どうやら
パンチチータ。はい、ってことでララがご飯食べ終わったら歯ブラシするシーンとかちょっと映すの難しいんで飛ばしちゃうんですけど、歯ブラシをさせていきたいと思います。あん食べないよ、リラックも。はい、じゃあ食べて。はい、まだリップとかは塗ってないんですけど、大体の化粧は終わりました。今日はなんかちょっとキラキラメイクです。いつもよりラメを変えて、なんかちょっといつもよりキラキラしてるかもしれないです。ということで、これからセイナは洋服を着替えに行きます。はい、ということで服着替えました。で、まあ、美容院行くだけなんでめっちゃ楽な格好なんですけど、最近ワンピースめっちゃハマってて、薄色のピンクのワンピースにしました。で、この後プーのお散歩に行っていきたいと思います。バイバイ、じゃあバイ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 、じゃあまあ住まないで、うん、バイバイ。はよ。はい、ということでセイナがいつも行ってる美容室に着きました。で、いつもセイナの髪の毛をやってもらってる哲也さんです。はじめまして、哲也って言います。お願いします。こちらはマブラシです。いや、じゃあソーシャルディスタンスね。で、今日は髪の毛をピンクにしてもらおうかなって。お願いします。お願いします。お願いします。トリートメントの方していきますね。お願いします。で、今度結構恋愛講座、誰が欲しいそれ誰がそれ欲しいかな。逆に最近彼女はいない。彼女はいない。欲しいって言ったよね。彼女は欲しいね。結婚したいから本当に。次の付き合った彼女で。そう、結婚考えてる。でもあれでしょ、テツが浮気されても怒んないでしょ。テツが浮気されても全然怒りません。だからあのやりたい方ぜひあのインスタの概要欄に貼ってあるんで髪の毛やってもらいたいとかじゃなくて、付き合いたい方。あ、付き合いたい方、そうだね。そこをみんな DM 送ってください。一人ずつデートする。全然デートする。何デートがいい。いや、やっぱね、デートって言ったらやっぱ横浜のね、遊園地、ね、横浜の遊園地デートね、中華街とかね。シーは結構前髪のこだわり強くない？強い、めっちゃ強い方。でも前髪最近女の子は自分でやる人が多いから。あ、普通のお客さんでも、うん、みんな最近前髪命だから。そうなんだよ、だって顔周りじゃん。そうだね。はい、完成しました。めちゃくちゃいいよ、セイナが。カメラって分かりにくい。確かに分かりにくいね。どうでしょう。めっちゃいい感じ。しかもめっちゃサラサラ。こんな感じです。で、エクステは取らないで、このまま、このままのカラーですね。めっちゃいい、本当に完璧、かわいいピンクベージュに。パーソナライズサプリメントなんですけど、30個入りで税込み6912円が税込み5378円になります。で、プロテインも30個入ってて税込み9698円が税込み7538円になります。なので気になった方はセイナのここの下の概要欄からチェックしてみてください。ということで、この動画を最後まで見てくれてありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。